2cm フラック30は1934年にナチスドイツで採用された57口径 20mm 対空機関砲である。低空で来襲する敵戦闘機、爆撃機に対する迎撃用として大口径対戦車ライフルであるゾロターン S-18-1100 をフルオート化する形で開発された。これは ベルサイユ条約で国内開発ができなかったものをラインメタルボルジュイク社がスイスにある子会社であるゾロターン社に作らせたものであった。Y 字型の方がに乗せられ手動での全周旋回、12、度からプラス90までの方針の不行が可能。移動には二輪型のゾンダーアンヘンガー51が用いられた。この方は不行種即興種に、総転種 弾薬運搬手の5名で運用されるが、1940年から、照準機の改良により、即挙手が1名のみとなった。2センチメートルフラック30は、陸軍、海軍、空軍、武装 SS の各軍で運用され、要塞や対空陣地、各種車両や列車、艦艇に搭載され幅広く用いられた。また、対空任務だけでなく、地上目標に対する制圧、 支援射撃用としても威力を発揮している。この砲は高い精度で作られ頑丈であったが、しかし日々高速化する敵機に対し発射速度が遅いことが問題となり、モーゼル社の開発した2トルフラック38に主力の座を譲ることとなった。とはいえ本法も終戦まで使われ続け、オランダ及び中華民国フィンランドに輸出もされている。 また本法をもとに、戦車、装甲車の手法用に改造された 2cm KWK30 も生産され、通後戦車や装輪装甲車に搭載された。ありがとうございます。